はい、伊予正人です。今私は橋田神社に来ております。今回はね、以前ここを訪れた時にね、橋田神社の現在の状況とね、今後のね、私自身の取り組みを、まあ、お送りしたんですけどもね、今回はね、早速ちょっとだけでもいいんで実践してみたいと思っております。私が橋田神社に、再び来たというのは、わけがありまして、実はですね、以前年末になんですけども、私はどんぐり拾いました。そのどんぐりを、今日ここに巻こうかと思っております。まあほんのわずかのどんぐりなんですけども、ちょっとでもね、橋田神社の木を再生したいということで、まあ勝手ながらで申し訳ないんですけども、ちょっと少しずつ私自身で取り組んでまいりたいと思いますので、まずはちょっと本殿まで参ります。はい、本殿に着きました。でね、今回私がね、どんぐりを巻くと言いましたけども、準備はもう整っております。ちょっと中身見せたいと思います。これなんですけどもね、コイラを今から橋田神社のこの周りに巻きたいと思います。はい、それではね、大変申し訳ないですけどもね、今から少しずつ巻いていきたいと思います。まずこうやって一握りね、どんぐりありますね。まあ、ちょっとまあ一部、もう出ちゃってるやつもありますけども、まあお構いなしにここに投げて食べます。ね、こんな感じで。まあ最初はこうやってね、ばらまいとと、いいかと思います。まあ植樹するときはね、一本一本、間隔を空けてね、やるんですけどね、こういうばらまきはね、もう無造作にやった方がいいんです。何しね、動物の世界はもちろん植物の世界もね、生き残るためのね、戦いになりますからね。こうやってね、ばらまいといた方が、後々生き残れるやつが出てきたら大したもんになりますね。生き残るには、それなりの子孫を残さないといけない。こういう失ったね、自然を取り戻すためにはね、一人ずつそれぞれがね、こうやって取り組まなければなりません。ね、こいつらはもう大事な命ですからね。こう放り投げた瞬間にね、長い年月をかけての戦いが始まるんですね。まあこれをね、何度か繰り返してね、ほんで私がこの世から去るときにね、元の密集した木々が生い茂られたら
いいなとは思っております。まあ私一人ではねこんなもんはかなり無理ですからね、みんなが協力して橋田神社を再生していきましょう。ということでこの動画はこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。